さあここからは新しい暮らし、新しい価値観、ニューライフ、ニューバリュー、ニューノーマルに迫るオールバーズモーニングインサイト。今朝はこれからの社会をつなぐキーワード、ナラティブにインサイトしていきますよ。お話を伺うのは本田事務所代表取締役、 PR ストラテジスト、本田哲也さんです。本田さん、おはようモーニングです。おはようモーニングです。よろしくお願いします。どうもどうも、よろしくお願いします。今日は、ね、お久しぶりです。本当ですね去年以来ですか。そうですね、ご活躍ですねいえいえいえ、もう、はい、改めて本田哲也さんご紹介させていただきます。サントリー、味の素、ロッテなど様々な企業の PR を手掛けられてきた第一人者、 PR ウィーク誌が選ぶ世界で最も影響力のある PR プロフェッショナル300人にも選出されたお一人なんですけれども、ね、私どものショートフィルムの映画祭でもいろいろお世話になったりはしていますが。そうですね、お世話になりました。改めてなんですけど、はい、リスナーの皆さんに、本田さんが専門とするこの PR というのと広告の違い、うん、教えてもらっていいですか。あ、なるほど。そうですね、一般的に言いますと、まあ、広告っていうのはあくまでこう企業が分かりやすいのはテレビ CM とかですよね、はい、あの商品訴求したりブランド訴求したりする、うんうん、で PR はもうちょっとですね、あのキーワードになるのが企業と社会との関わりっていうところで、はい、まあ、あの世の中にあるこの報道ニュースですよねとか、はい、あと、まあ、SNS の口コミですよね最近は、そういうもので話題を喚起していくのが PR という感じなんですけど、まあ、最近はあんまりこの広告と PR っていうのがどんどん境界線が曖昧になってるんでね、はっきり分かれるものじゃないかもしれないですよね。このまさにボーダレス、シームレスになっていくあたりが今の世の中の、うん、まあ、コミュニケーションの取り方なのかもしれないんですが、ね、その PR の世界においてどうでしょう。昨年来のこのコロナ禍で変化ありました、うん、そうですね、PR の重要性というのは上がったと思いますよね。コロナで起こったことって結局その企業がどういうふうに社会と向き合うか、これすごく問われたと思っていて、はい、でまあ、コロナのこれ前からそうなんですけど、今って企業がこうなんですか、丸裸っていうか、うん、ちょっと嘘ついたり必要以上に美しく見せようっていうのはこれすぐバレるじゃないですか、見透かされるというか、まあ、いろんな情報が飛び交ういますしね、うん、そうなんですよね。なので、まあ、コロナでさらにその辺っていうのの傾向は強まったと思いますしね。まさにありのままの姿が必要だというブランディングなのかもしれませんけれども、うん、そうですね。先月ね、実は世界最大の広告賞カンヌライオンズ発表されたじゃないですか。あ、そうなんですよね、はい、本田さんもね関わってらっしゃったりしましたけれども、はい、そうですね、カンヌライオンズ、この今年の PR 部門、 PR 分野のトレンドや傾向ってどんな風に見えました。ですね、カンヌライオンズは、まあ、今年残念ながらフランスのカンヌという素敵なところででは開催されずにね、はい、完全にオンラインになっちゃったんですけど、コロナなんで、グランプリに今回選ばれたのがアメリカのビール最大手の会社なんですけどね、どんな感じだったかっていうと、これアメリカの農家と3年間契約しましょうっていう話なんですけども、はい、ちょっとこれ背景を説明しなきゃいけないですが、アメリカの消費者の9割がオーガニックなものを欲しいと言ってるんだけども、農地は全体の 1% しかないと、うん、でどうしてかっていうと、その農家の皆さん有機農法に変えたいんだけども、その間収入が減っちゃうんですよね、うんうん、だから変えたくても変えれないっていうことでこのギャップが起こってると、はい、でこのビール会社さんはいわゆるオーガニックビールの、まあ、リーディングブランドなので、はい、じゃあともう3年契約しましょうと、うちがと、でその間農家さん減っちゃう収入を支援してあげたり、うん、それからその有機農法に転換するトレーニングもタダで提供しましょうっていう、こういう、まあ、契約を結ぶと、はい、で3年後にその麦でしょうね、うん、有機農法でできた麦の最初の顧客に我々のブランドがなりますよというお約束をするというですね、はい、取り組みが見事グランプリに輝きましたね。その取り組みそのものが賞を取ったってことですか、それともそういう映像とかコミュニケーションの取り方みたいな。全部含めてですよね。ただやっぱこのポイントっていうのは、うん、
未来のためにオーガニックに転換していこうって言うのは簡単なんですよね、いろいろ、あの、うん、メッセージを出すのは。ただ実際にこれ行動を起こしたわけですよね、企業が、はい、で行動を起こしていること自体も PR していくと。なるほど。いうこと、これがあのこれから大事になっていくと思います。さあ、その大事という意味では、この今のアクションのようなことも企業のナラティブ、企業を変革する物語の力、ナラティブカンパニーという本田さんが書かれた本につながるかもしれないんですが、はい、いや、ね、僕もあの読ませさせていただきました。大変勉強。ありがとうございます。このナラティブという言葉どうなんですか、うん、注目され始めたのいつ頃なんでしょう。あの、言葉としては昔からあるんですよね、概念として。ただ個人的にはここ3年ぐらいかなっていう気がしますけどね、うん、ナラティブという言葉、うん、定義したらいいでしょうね。そうですね、あの、私の定義ですけど、これは企業と生活者が共に紡ぐ物語だというふうに定義してますね。で、あの、物語っていうとやっぱストーリーと何が違うのってのも大体よく聞かれるんですけども、そこにはちょっと違いがあってですね、考え方として、はい、あのストーリーっていうとやっぱ主役が企業とかブランドなんですよね、うん、あのブランドストーリーとか言いますけどね、うん、ナラティブはそうじゃなくて生活者側が主役の物語だっていうところ。あと、あのストーリーって起承転結って言いますから、うん、いつか終わっちゃうんですけど、ナラティブはこれ現在進行、終わりがないよと、常に続いてるよと。で最後、あのストーリーってやっぱその業界の中で打ち勝ったとか成功したっていう感じが多いんですけども、ナラティブはやっぱ広い社会、うん、世の中が舞台だっていう、こういうなんか違いがあるんですよね。なるほど。さあ、ストーリーとナラティブの違い、そしてナラティブが、うん、生活者とどうつながっていくのか、一曲お届けした後具体的にナラティブカンパニーの事例伺っていきましょう。さて、このナラティブ後半戦ですけども、この、はい、ニューノーマル時代、ナラティブカンパニーの時代でもある、そのナラティブを実践する企業の活動事例、うん、いろいろあるんじゃないかと思うんですけど、例えばどんなものありますか。そうですね、先ほどもねビールメーカーの話ありましたが、うん、そうですね、海外ですとね、もう一つ結構あのナラティブカンパニーとして有名なのがパタゴニアっていうブランドありますよね。はい、アウトドアブランドですよね。この企業の動きってのは非常にナラティブでして、例えばどういうことかっていうと、彼らはその物も売ってるんですけど、はい、大事にしてることっていうのが故郷である地球を守るんだというですね、うん、ナラティブを展開していて、はい、例えば、何年か前にですね、当時のトランプ大統領が国立公園をちょっと縮小するぞという発表をしたら、はい、怒るわけですね、うん、で大統領訴えるぞと、はい、いうことをパタゴニアは言い始めて、でそうすると面白いんですけども、やっぱ普段パタゴニアを買ってる人も買ってない人も、特に自然愛好家の方はいいぞいいぞって言ってこう物語に乗ってくるし、それから普段は競合の会社、他のアウトドアブランドもこう仲間になってくるという感じで、だから、まあ、生活者と一緒になって地球を守っていこうよねっていう物語を、まあ、紡い現在進行で紡いでるっていうのがパタゴニアっていう企業ですよね。なるほど。他にもありますか。そうですね、日本企業まだまだ事例は少ないんですけども、ちょっと最近で面白いナラティブな事例で言いますとですね、はい、冷凍餃子っていうのがあって、これはね、冷凍餃子を使うっていうのはちょっと手抜きなんじゃないかっていう感覚が日本社会にはあると思うんですけれども、うん、冷凍餃子作ったら旦那さんに怒られたというツイートがねちょうど1年前ぐらいにあったんですけど、ここに味の素冷凍食品さんっていう、まあ、メーカーさんですけども、ツイッターでですね、それは違う、手抜きじゃない、手間抜きなんだという参加の仕方をした、うん、そしたらこれがまあバズってですね、はい、すごくこう共感の声が上がって、それでこの味の素冷凍食品さんはじゃあ手間を見せてあげようということで、工場でどれだけ手間かけてるかっていう動画を1分間ぐらいの作って YouTube に出したところ90万再生ぐらいされて、非常にこれですね、企業のイメージ、それから売り上げにも貢献したっていうような話がありますね。これはだから家庭で手作り餃子はもちろんみんなで作るの大切だけど、結構手間がかかるんだよっていうことを、まあ、作っている人たちの消費者やその、うん、お母さんの声を代弁したわけですね、ある意味ね。
そうですね、だから生活者と一緒になってね、その手間を抜いてるんだからいいじゃないかっていう、こう物語を紡いでいったっていう非常にナラティブなねアプローチだと思うんですよね。なるほど。こういったあの企業活動どうでしょう、そのナラティブでありながら今 SDGs っていうキーワードもこれ大切なんじゃないかと思うんですが、そうですね、サステナビリティ、多様性、SDGs とともに世界が向かうべき方向性、ベクトルと、それから今お話になっているナラティブ、どんな関係にあるんでしょう。非常に関係あると思うんですよね。ナラティブっていう考え方のいいところは、一つの物語にこういろんな立場の人を巻き込んでいくっていうところで、で SDGs とかもやっぱりさまざまな立場巻き込まないと実現できないですよね。綺麗事だけじゃ難しいからと。そうですね。だからね、みんなが参加できる物語が必要っていうところで、やっぱりナラティブアプローチ、これが SDGs なんかにも大いに関係していると思いますね。そうですね。そして政治力も問われる、ナラティブな政治リーダーっていうのも問われますね。問われますね。政治こそ本当はナラティブでなきゃいけないと私は思ってるんですけど、今ちょっとねあまりナラティブじゃないなという感じはしますけども、これね、ナラティブな政治家リーダーシップってどんなものだったんでしょう。どういうことであるべきだったんですかね。やっぱりさっきから言ってますけどもね、生活者一般の人に降りてった物語っていうのが必要だから、うん、その組織とか企業とか政府とか上から目線で、こうなんだというやっぱ押し付けはダメなんですよね。受け入れられないし、誰もその物語には参加したくない、はい、物語すらないかもしれないっていうとこですよね。企業の立場で発信する人だけではなくて、私たち生活者、こうしたナラティブ時代のメッセージどう汲み取って、どうなんでしょう、自分の選択肢を考えていくのか、どのようにしたら大切なのか、どうお考えですか。そうですね、これ実は個人もやっぱり自分自身のナラティブっていうものを持つことだと思うんですよね。つまり自分は何したくて、どんな物語を紡いでいきたいのかっていうことを自問する。でそのことって結局その、じゃあどういう企業で働くか、誰と働くかとか、あとどのブランドを買おうかなっていう、自分の判断基準にもなっていくので、それってやっぱ共感で結びつくことですよね。そうですね。だから、はい、結果的に我々個人もね、正しい選択ができるようになっていくんじゃないかな、企業と同じ目線で共感できるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。そうですよね。生活者一人一人が物語の主人公だという、そうなんです。100人いれば100通りの物語があるわけですからね。そしてその物語と企業や社会、政治がどうこう重なり合ってるのか、その部分を探し出さないといけませんね。そうですね、そういう時代だと思います。ラジオもナラティブでないとね考えますペッショさんの番組は十分ナラティブだと思ってますけどもナラティブかどうかセルフチェックしながら、リアリティチェックしながら頑張ってぜひぜひさて、もう本当にこのナラティブカンパニー、そしてナラティブについてハッとさせられることがたくさん詰まっている本田哲也さんの本、ナラティブカンパニー、企業を変革する物語の力、こちら企業に関してだけでなく私たち一人一人も気づくことたくさんありますよ。東洋経済新報社から発売中です。チェックしてみてください。